皆様、こんにちは。それでは、文部科学省 IB 教育推進コンソーシアムによる、第8回国際バカロレア推進シンポジウムの午後のセッション、IB 教育実践共有会を開始いたします。本日、PYP のセッションの司会進行を務めさせていただきます、私、静岡されじょう幼稚園小学校 PYP コーディネーターの原田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、まず大和幼稚園様、の、セッションを始めさせていただきます。大和幼稚園様、どうぞよろしくお願いいたします。では、大和幼稚園の教務主任、チーフエデュケーション、ビントと申します。まずちょっと画面共有してからを始めたいと思っています。では、今日、大和幼稚園から、2人の職員、クラス担任の先生、めぐみ先生と和樹先生を、それぞれの実際、幼稚園で の行っている活動を紹介してもらいます。でその前に僕は、簡単にちょっと実際 PYP で、職員のようの、研修とかそういう PYP の仕方を、ちょっと英語を使いながら日本語を使いながら紹介したいと思っています。で今回の発表も少しちょっとそういう具体的ないろんな例を出していきたいので、まあ、ちょっといろんなところに飛ぶかもしれないので、参考になるといいなと思っています。では、始める前に、大和幼稚園の紹介をしたいと思います。In 2015, Yamato decided to vow.To stop teacher-led education and become more student-led. もう少し、主体性をしたいというところで、2015年から、新しいミッションステートメントを始めたい。で、理事長からもよく皆さんに共有して、The mission was to cultivate creative human capital that can think, act, and leverage globally. で、In 2017,そこでサニーサキインターナショナルスクールに出会って、そこで IB のことを知り、2018年から IB の広報校になっていました。で2021年は、やっとその IB の認定校、まあ、神奈川の初の、Article 1 Authorized School でなっていました。では、実際 PYP の幼稚園の PYP スクールとしてやっている内容としては、まあ、先生たちの研修はとても大事っていうところに、ちょっと少し大和幼稚園で研修内容をご紹介したいと思います。So we have IB related workshops, もちろん IB に関連するの研修。それ以外は、まあ、教育的な研修もあります。それには、まあ、運動遊びとか、自然遊びとか、リトミックという音楽系もあります。で、もう少し最後は、チームビルディング and professional learning。まあ、そのチームビルディングとか、もう少しキャリア的な、まあ、マインドセットとか、そういう、学校の中で使おうとか、そういうふうにも結集しています。で、here are some examples of what we do for our IB-related learning。これはさまざまな IB の、研修的なものありまして、まあ、IB からの提供しているワークショップとか、そういうものにも含めて、実際、自前の中で、その IB 的な。じゃあ、今回はスキルについて、もう少しスキルの違いなところとか、ここはちょっとその IB の理念とか、そういうものそれぞれの、ワークショップも行っています。ちなみに、今日発表していると、めぐみ先生はここにいます。めぐみ先生もともと、うちの保護者から、そしたら、非常勤の先生になって、で、非常勤の先生に働きながら、幼稚園免許を取って、今年は、4月から3年目の、クラス担任になっています。で、ここも、研修、参加している和樹先生。で、和樹先生もともと、大学から直接、幼稚園に、入って、で、4月からもう7年目。でこちらはちょっとそういう IB の専門の、研修ではなく、自前でちょっと運動遊びというプログラムを IB の、輪廻を、すり合わせしながらやってる内容で、まあ、実際先生たちは本当に子どもと同じようにずっと参加しながら子どもたちの気持ちになったりして、またこういうふうに自然遊びとか運動遊びとかそういうふうに
アドリスのプログラムに、貢献しています。And besides that, we also have a thing called micro-teaching.、これはまあそれぞれの先生たちは実際自分の、教えているスキルを振り返、映像を通して振り返りながら、まあ、自分たちのスキルを磨くというような研修プログラムを行います。And from visible learning, we have a thing called teacher, teacher ethics.、this is where teachers come in as a team, as a group, and believe that they can make a difference.でここの方は実際先生たちはもうさまざまの、プロジェクトタスクをチームとして行って達成を感じててまた幼稚園では新たな学びはどうやってチームとしてやっていくそういうふうないろいろ体験的な教えです。で、last day, I just want to introduce、we also have the IB conference. 3月にやった IB のグローブコンフェレンスで参加したうちの学園から6名参加して、そこでアラクの IB に話したインクルージョンとかそういう内容を、それぞれの先生たちまた園に持って帰って、それぞれの先生は他の先生たちに、共有するとか、研修をいいねとして、フォローを始めます。では、That's the end for me.From next, this is the main agenda is going to be the examples of PYP in action in Nensho and in Nenshu. So first, we'll have Megumi Sensei present her cases from the kindergarten. どうぞ。Nensho ではユニット How the World Works さまざまな季節に適応して楽しむことができるセントラルアイデアとして活動に取り組みました。ハーバード大学のプロジェクトゼロシンキングルーティングの中の一つであるシーシンクワンダーのシーシンクを使ってコスモスの種について考えてみました。5月の活動でしたので子どもたちからはまだ疑問の点は上がらないためこの日はワンダーの活動は行いませんでした。何が見えるの保育者の問いかけには黒い色、バナナの形、ふりかけの魚の形などの意見が上がりました。そして、何だと思うの問いかけに対しては、お米、魚、こちらなどの意見が上がり、正解である種という意見も上がりました。その後、クラスでの話し合いを行い、子どもたちは何かの種であるという予想を立てました。続けて、何であるか確かめる方法を話し合いました。種なら土に埋めたら芽が出て何かになるはずと思考を巡らせ畑に埋めてみることに決まりました。発芽をし、葉が伸びていく様子を見た子どもたちからはこの前よりどのくらい大きくなったかなと疑問が上がるようになりました。疑問が出てきたタイミングでワンダーの活動を行いました。大きさを測ってみたり、どのくらい伸びたか調べたりみたい調べてみたりしました。コスモスは種をまいてから10日ほどで発芽し、水やりなどの世話を続けると、ピンクや白の花が咲きました。子どもたちは保育室に置いてある植物図鑑に同じような花の写真を見つけ、コスモスという名前の花ではないかと予想を立てました。実際に畑に行き、図鑑の写真と花を見比べてみることで、コスモスの花であるということを確認しました。何かの種であると予想したものは、コスモスの種であるという答えを導き出すことができました。ユニット、How the World Works の活動の一つとして、栽培活動にも取り組みました。子どもたちに畑で育てたいものを尋ねると、桃、バナナなどの果物、トマト、キュウリ、人参などの野菜、菜の花、ひまわりなどの花の名前が挙がりました。子どもたちから育てたいものとして挙がったものは否定せず、栽培に適した植物や時期があることに子どもたちが気づくように、最近園庭にタンポポは咲いているかな?見かけたことはあるかな?と、もう投げかけてみました。子どもたちからは、そういえば見ないかも、
チューリップも見ないねと意見が上がります。この問いかけから花が咲いたり実がなったりするのは時期が決まっているかもしれないという気づきがありました。どうしたら時期が調べられるのかを話し合い、お父さんやお母さんは家でパソコンで調べているよという意見を受け、実際に自分たちもパソコンで調べてみることになりました。バナナ、桃、リンゴは実ができるまで何年もかかるみたいだよと保育者が調べた結果を伝えると、じゃあ罰だねと話す姿があり、候補に上がったものを順番に調べていきました。その結果、種まきの時期が3月から9月までの人参を栽培することに決まりました。 IB の ATL の思考スキルを活用し、人参を育てるために必要なものを話し合いました。その際、人参を育てるために必要なものは何かなといったようなオープンエンドの質問を子どもたちに投げかけました。子どもたちからは土、種と意見が上がりましたが、その他のものは出てきませんでした。そこでお父さんお母さんにも土と種の他に何か必要なものがないか聞いてみてねと伝え、保護者の方にも協力して していただくことにしました。翌日、聞いてきたよ、雨と太陽が必要って言っていたよと、新たに水と太陽が必要だという意見が上がりました。続けて、人参が元気に大きくなるためには何が必要かなと問いかけてみます。ご飯が必要だと思うと意見が上がったので、人参のご飯について考える活動を行いました。おじいちゃんが畑に牛のうんちを入れるといいって言ってたよと話す子がおり、幼稚園には牛はいないけれどヤギを飼育していることで、ヤギのうんちを畑の土に混ぜてみようということになりました。自分たちで土作りをし、そこへ人参の種をまきました。他のクラスの畑にはトマトやキュウリが実っているのに、人参畑には葉っぱしか見当たりません。この状況から子どもたちは、人参はどこにできるのかなという疑問を持ちました。子どもたちは土の中、畑の中と予想を立てます。またパソコンで調べてみると、土の中に実がなっている写真が見つかりました。本当に土の中に人参ができているか抜いてみようと子どもたちから提案が上がり、実際に抜いてみることにしました。葉を引っ張って抜いてみると、土の中から小さなオレンジ色の人参が現れました。やっぱり土の中になっていたんだねと、自分たちの予想が正しかったことが分かり、嬉しそうな表情を浮かべていました。子どもたちは育てている人参の葉に青虫を見つけました。この青虫は大きくなったら何になるかなと質問をすると、アゲハチョウ、蝶々、テントウムシと意見が上がりました。実際に飼育をし、何になるのか確かめてみることにしました。3日後にはサナギになり、10日ほどすると無事蝶々になりました。昆虫図鑑で調べてみると、ギアゲハという種類の蝶々であることが分かりました。また、幼虫、サナギ、蝶々と育っていく過程を観察することにより、ぐるぐる回っているという声が上がり、生き物にはサイクルがあるという気づきがありました。今回の活動では、このサイクルという言葉自体は子どもたちから出てきませんでしたが、年少でのこの気づきを次年度のユニット、How the World Works、セントラルアイディア、すべての生き物にはライフサイクルがあるの活動につなげ、学びを深めていきたいと思います。3学期になると、子どもたちから多くの疑問、ワンダーが上がってくるようになりました。その一例をご紹介します。空を見上げていた子どもたちが、雲が動いているよ、形が変わったよ、と話していました。ある子が、雲は生きてるよと話します。どうして生きてると思うの？問いかけると、だって動いているからと
答えます。別の子からは、クモは生きていないよと反対の意見も上がりました。今回は答え合わせをせず、次年度さらに学びを深めたタイミングで生物と無生物についての探究へと発展させていきたいと思います。続いてウォルトとウィルフの活用についてお話をします。ウォルトは We are learning to の頭文字を取ったもので、私たちの学び、ウィルフは What I'm looking for の頭文字を取ったもので、私たちの目標、学びの達成基準を意味します。このウォルトとウィルフを活用し、日々の活動に取り組んでいます。ここでは3月に行った発表会のウォルトとウィルフについて紹介します。担当したクラスではおむすびコロリンの劇に取り組みました。まず最初に、どのような発表会にしたいですかと問いかけてみると、嬉しい気持ちになると意見が上がりました。続けて、嬉しい気持ちになるのは誰ですかと尋ねてみます。子どもたちからは、お父さん、お母さん、お客さんと発表会当日に見に来る人たちが上がります。そこで子どもたちの意見を担任がまとめ、ウォルトを見に来た人を嬉しい気持ちにするとしました。そのウォルトを撮影するためには、どのようなことをしたらいいかについても話し合い、最後までしっかり立っている、元気でモリモリに歌ってダンスをする、みんなで協力して頑張ると意見が上がり、それをウィルフに設定しました。はい、年中の活動のお話をさせていただきます。年中の一つ目のユニットは Who We Are。 セントラルアイデアは、会話や行動によって人間関係を築くことができるです。進級当初の子どもたちは、一緒に遊んでいても、ねえ君と友達のことを呼んでおり、顔と名前が一致していない姿が見られました。そんな子どもたちに、どうしたらもっと友達と楽しく遊べるかなと問いかけてみると、名前を知るという意見が出てきました。そのためにはどんな活動ができるか、さらにみんなで考えてみると、顔と名前が分かるものを作りたいという意見が上がり、自己紹介カードの作成が始まりました。顔と名前以外にも、好きな色を知りたい、好きなポーズを知りたい、誕生日を知りたいなど、知りたいことが次々出てきました。また自分が伝えたい情報を考え、好きな食べ物を絵に描いてみようかなと思い思いに記入してみる姿がありました。こんなことを描いたらという友達の意見も取り入れながら、子どもたちが主体的に活動を進めていきました。好きなポーズで写真を撮り、その写真をハサミで切り取ってから、好きな色の画用紙を選んで貼り付けていきました。名前と誕生日を記入し、それぞれの自己紹介カードの完成です。カード作りをする過程で、ハサミやスティックのりを使う時の約束ごとについても振り返りました。壁面に貼られた自己紹介カードを見ながら、〇〇くんは笑顔がいいね、誕生日が僕と同じなんだねと気づきが生まれ、それを言葉にして友達とやり取りする楽しさを味わいました。この活動の中で、自分たちで制作を進める自己管理スキルや、友達とやり取りをするコミュニケーションスキルを育んできました。他にも、How we express ourselves、 私たちはどのように自分をするのかの、自分を表現するのかのユニットでは、セントラルアイデアである物語を新しい発想を生み出すことを探求していく中で、 See, Think, Wonder を活用しました。担当クラスの発表会の題材であるサルカニ合戦の登場人物について考えてみました。年少の時よりも考える力がついてきた年中時は、ワンダーの視点で様々な意見が上がりました。猿のイラストを子どもたちに見せ、
C について聞いてみると、茶色い、細い、尻尾が生えているなどの意見が出てきました。そしてシンクでは、動きが速そう、細いから高くジャンプができそうなどの意見が出てきました。それらの気づきを踏まえて、その特徴をどうやって表現できるのだろうという疑問からアイデアが広がり、素早く舞台に出た方がいい、ジャンプして柿の実を取ってみようと自分たちで表現方法を想像する姿がありました。素早く動くために友達同士で見せ合って意見を出し合ったり、高くジャンプするために縄跳びを頑張ったりする子がいました。猿以外の登場人物についても、チーシンクワンダーを行い、カニは横に歩く、ウスはどっしり歩くなど、保育者がああしなさい、こうしなさいと伝えるのではなく、子どもたちが想像したものを踏まえて、表現遊びに取り組んでいきました。それでは一度、子どもたちが考えた役ごとの表現を動画でご覧ください。ああ、いいね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 。別のユニットです。How the World Works Central Idea。すべての生き物にはライフサイクルがあるでは、年少の頃に生き物にはライフサイクルがあるという気づきを踏まえて、さまざまな生き物のライフサイクルについて探究をしていきました。昆虫の図鑑を保育室に置いておくと、子どもたちはそれを 手に取り、カブトムシも蝶と同じでライフサイクルがあるよ。カマキリはサナギにならないから違うと、生き物によって様々なライフサイクルがあることに気づきました。ライフサイクルの他に、それぞれの生き物が食べるものの違いについても調べてみる姿がありました。同じ蝶でも、みかんの葉や人参の葉を食べる幼虫がいる、カマキリは動いているものしか食べない、などの気づきの他に、動物のライフサイクルや育ち方についてもっと知りたい、という意見も出てきました。そこで遠足として園外へ足を踏み出し、動物園へと学びの場を移してみることにしました。ここでいうサイクルは動物の成長だけでなく、他にもどんなサイクルがあるかなという問いかけから、時計や曜日、季節など、身の回りで繰り返されるものがあることに気づき、サイクルという概念についても理解を深めることにつながりました。動物園に行くと、たくさんの動物たちがいました。子どもたちは実際に目にしてみることで、さまざまな発見をしていました。リスは木の実を食べるんだ。ペンギンは泳ぐからちゃんとプールがある。猿は木登りをするから木があるんだねと、食べているものの違いだけでなく、住んでいる環境の違いについても知ることができました。疑問に思ったことを調べてみたり、実際に観察してみることで学びを深めたりすることができました。これらの活動を通して、調べる、観察する、予想するといったリサーチスキルを身につけることができます。また、子どもたちの想像力を育むために、運動遊びにも力を入れています。ただ体を動かすだけでなく、活動に様々な工夫を施しながら子どもたちに提供しています。友達と協力して縄をつなげ、その上を落ちないように歩いてみたり、クラス全員の縄を使って迷路を作ったりしました。
体を動かして運動能力の向上を図ることはもちろん、友達と意見を出し合ったり、力を合わせたりすることで、コミュニケーション能力の向上も狙っています。山田幼稚園では、クラスで学んだことを多学年に伝える学びの発表会である、山田ラーニングフェスティバルがあります。ライフサイクルや生き物の食性について学んできた子どもたちは、山田ラーニングフェスティバルで何をしようか考えたときに、ライフサイクルを教えたいと盛り上がり、ポスターを作ったり、ライフサイクルについてプレゼンしたりしました。実際に幼虫を飼ったり、動物を見たり、調べたりした自分たちの実体験があったことで、自分たちの言葉で伝えることができました。自分たちの学んだことをどのように発表したら、多学年の子たちが理解できるか、相手の立場に立って考えてみたり、どのような発表方法があるかを考える中で、言葉での説明だけでなく、ポスターを作ったり、クイズにしたりすると分かりやすいことに気づき、様々な方法があることを学んできました。発表する側だけでなく、多学年の発表を聞く側も体験することで、より良い発表の仕方を学んだり、様々な発表方法に触れたりすることで、プレゼンテーションスキルの向上にもつながっています。So this would end the main part of our presentation. で、まあ、最後の言葉としては、山田幼稚園はその IB の、認定校だと言いますの。今まで山田でよくできたこと、あとやっぱこういうところは少しやっぱ変わらないと、やっぱそういうまあ輪廻的なこととか、私たちその IB のトレモークの中では晴れないところはもう一回見直して、あとまあ神様の声かけ方とか、プログラムの導入し方とか、で今回はそういうまあ IB スキルとか概念とか、そういうLearner Profileのことには結びつけながら、まあ、山田ら幼稚園のらしいのを今まで使ってきた。業種とかスピープログラムは、まあ、さらにパワーアップしてるするようなやりやりました。でまあ、今日、Thank you for listening to our presentation. ありがとうございました。先生方ありがとうございました。それでは、いくつか質問が来ておりますので、まあ、時間の限り先生方にお答えいただければと思います。まずですね、保護者の方から、まあ、小さいその3歳ぐらい、プライマリーの段階からこう IB にこう触れさせることによって得られる成果とはどういうものでしょうかと、そこから、まあ、小学校、中学校、高校と、まあ、PIP、MIP、DP と IB 導入校に入学